はい、それではやっていきましょい。クリア率は約 7% なんだぜ。刃物が危ない?なんか嫌な予感。いきなりなんか飛んでくるって思ってたんだけど、そういうわけではなさそうだね。まあここから何かあるとは思うし、油断だけはするんじゃないぞ。安心してください。油断できる実力じゃありません。唐突に楽屋の霊夢出現。それは言わないお約束。さてと、これはどんどん登っていっていいのかな?挟まれてじゃあーとかならないように気をつけるんだぜ。もう、マリさんくん何言ってるの?そんな下手くそプレイをこの天才がすると思いますか?思いませんよね。だって天才って、じゃあほとんどの方が予想してただろうな。よーし、戻ってきましたらちゃん。わかりにくいボケをするな。おっと、ここは慎重に、なおかつ大胆に行きたいと思いまびのぎおん。って花ちゃんの中のトゲボちゃん隠れてたー。うおー、やー、ゆうじろー。そういえばこっちの土管入れたりしないかな?お、入れるんだな。もしかしてこのままゴールだったり?え?やー、でばびったー。よかったー。からのお邪魔しまびのぎおん。ってなんかすごいことになってる。この流れについていけない私が恥ずかしい。その前に自分の顔を見て恥ずかしがってくれ。お、でも見て、なんかスターゲットできたよ。こっちってもしかして本当に当たりなんじゃない?はーい、ちょっと、何するのよー。ふふふ、おかまなんて敵じゃありません。それでは土管にお邪魔しまびのぎおん。今スター取っておけばよかったな。これは、二択?どちらかが右の扉に繋がってると思うが、どっちだ?しまったー、外れたー、うおー、すねー。ってなんか歯がすごーい。刃物怖ーい。ここで見事にタイトル回収。でもゴール目の前だよ。よし、行きます。刃物でも何でもかかってこいやー。はい、無理ですよねー。これ地味に結構操作難しいな。さあ、我は帰ってきましたぞ。ロンジャやめろ。この加速するのがすごい面倒い。でも来たー。ゴール。今回のコースは2種類のゴールの仕方があるコースで楽しかったんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。はい、それではやっていきまりよ。クリア率は約 6% なんだぜ。うわ、君のミスだよっていう人だ。どんだけ根に持ってんだよ。しかしダイエットってどういうことだ?全力疾走するってことか?え?君のミスだよ。うるせー。これはとにかくパウから避け続けてればいいのかな?とりあえずやってみるか。そういえばウプ主はゲームセンター CX 大好きなんだよね。ああ、毎週見てたんだぜ。いつかクリアするまで帰れませんって企画やってみようかな?それだと一生帰れない可能性があるからやめてくれ。ってかレイム、今ピースイッチなかったか?え?あったけど、それがどうかした?この下コインだよな。あ。今日洗濯物干すの忘れてたー。いや、そっちじゃねえよ。さっさとやり直してピースイッチをしてこい。あ、あいあいさー。お、来ましたねピースイッチ。よしよし、じゃあこのブロックを降りていくか。この先何かあるとかないよね。オーケー。ゴール。今回のステージはかなり斬新なコースですごい楽しめたんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうゴリゴリあやめ、ちゃんとしろ。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきまっこり。今回はバグコースなんだぜ。毎回バグコースはワクワクするね。え?うおー。で、通り抜けたー。え?なんで?なんで?これはすごい面白いんだぜ。じゃあゴールしようか。ゴールできるのか?できなーい。うだーと思ったらゴール。最初通り抜けた時びっくりしたな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。次は演奏コースなので私たちはこれで失礼します。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。
ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたら、こちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。